サンペールスルーパス、古橋が抜け出してきた、シュートを打った。サンペールからさあ古橋、古橋どうか。サンペール選手質の高いスルーパスですよね、はい、もうここしかない、このスピードしかないっていうところを通しましたよね。イニエスタ剥がしながらサンペール浮き球のパス、山口入ってきている。イニエスタ、イニエスタワンツーを使ってシュート。ファインワッチでしたけどもね。そうですね、ボールをカットする上はなし。セリサンペール裏、合計折り返し。サンペール強いボール、最後はプッシュ。いいオーバーラップしましたね、はい、サンペール。激しいチェックをかわした。サンペール。から、うん、サンペール触りますが仲間から中、うん、セルサンペールかわした。サンペールフェイクからもう一度振り回してランダーのボール、イニエスタ。深いエリアまで進入してのマイナスのクロスですね。サンペールです。そして酒井、クロスが入ってくる、ドーグラス、押し込んだ。いいね、酒井が待っていました。酒井中に入る、深いところへぐる、折り返してきて田中。サンペールも来る、サンペール体を入れる、奪う、サンペール奪いました。サンペールドリブルで上がってきまして、ようやくハーフラインを越えようというところ。根元フライ、深い、このサンペールの方が非常に良いです、はい、バブルですね。ドリブルで中に入りながら江坂へというところは、サンペール好きなんでしょうね。江坂から立てます、どっちへ。でも2つとも今サンペールだったんですね。クイボール折り返し、ニア、あー、いいシュートですね。折り返したサンペール、粘る、あー、戻ってきましたが、これはコーナーキック。
ところしっかりとスライディングでサンペール取りました。佐々木からの縦パス、大迫を呼ばれてイニエスタ。横に入れてセルジサンペール、今度は縦入れました。田中純也を落として山口、セリカズの町田、ただセルジサンペールが拾って一気に古橋へ、ね、さあ古橋先に触ってシュートはちょっと角度がなくなりました。ここで取る、プレスバックして取って、そして古橋一対一シュートは決まった。先制、まずサンペールが奪った後も古橋選手を見てましたからね。まずここが素晴らしかったのと、まずこのトラップから冷静に押し込む左足なんですけど、ドンピシャなパスですね。ですかね。抜け出した古橋、サンペールからですね、はい、このギャップでうまく入れ替わりましたね。素晴らしいゴールです。